リバイカマセイヌ概念が心の底から好きな人たちの反応集。初期、一人でエチコ余談とか嘘だろ。後期、一人でエチコ余談とか嘘だろ。弱そう。ギャグ漫画日より定期。カマセイヌ。マドカ殺されるタイプのキャラデザと全評判。道半ばで死ぬタイプ。こんなチビがそんなわけないだろ。どう見てもサイコロステーキ先輩枠。有力者のボンクラ息子とかにしか見えないお坊ちゃん狩り。強くなった主人公のことを妬んで敵対しそう。こいつ絶対2巻くらいで死んで味方絶望させるためのかませだろ。リヴァイ兵長が来たからもう大丈夫だの次のページであっさり死んでみんな絶望するやつ。他の強い人たちがどんどん死んでくから兵長もそうなると思ってた。マジでこのセリフとか絵とかがなろう系っぽい。このコマだけだと学校内の有名人くらいのオーラしかない。特に漫画内で活躍せず読者間でネタになってそう。こんなのが最強って人間は追い詰められてんなって解釈してた。これから一個ルダン君にはリヴァイ兵長と同じ活躍をしていただきます。こいつ複数人踏んいてなんで巨人に追い詰められてんだよ。エレンが一個ルダンをよく分かってなかったことにしよう。作中に一個ルダンっていう有名な人がいて、その人のことを指してるんじゃねえかな。一個旅団生贄にしてリヴァイ一人変えるなら儲け者だろ。これ何を基準にこの評価なんだろう。巨人の討伐ならどう考えても過小評価だし、平地で戦うなら数の差がさすがに辛いだろうから街中で戦うくらいの想定。なんかすげえバカっぽい紹介だな。今じゃ考えられない。確実に新しい巨人にやられて巨人側の強さを思い知らされるためにいるやつ。兵長に回ってこなかっただけで結構な数の強キャラたちがその役回りでバタバタ死んでいった。むごたらしく死んで仲間内に絶望をまき散らす役割かと思ったら最後まで安心感あった。この頃は絵も何か頼りなくて余計に弱そうに見える。仲間から託された大量のバトンを抱えてゴールした男。潔癖症のはずなのに血だらけの部下の手を握ってるの好き。とにかく部下が散りまくるので修羅とかした男。読み返すと人類最優先で行動するし良い人だった。口が悪くて気持ちを伝えるのが下手だけど優しさも持ち合わせてる人。クソみてえなところから生まれたのに育ちが良すぎる。口悪いし任務達成のためならどこまでも冷徹になれるけど、それはそれとして思ったよりは結構いい上司。決断は早いし目は死んでるけどいつも思い悩んだ末に下した判断とその行く末に葛藤してる兵長。エレンの中二っぽい振る舞いにも理解を示す男。エレンに最初から相当優しいよな。人類最強が全く誇張じゃない。むしろ人類の枠に収めていいのか。強すぎて毎回何らかのデバフかけ続けられてたな。マジで何らかのトラブルなきゃどんな相手でも怠慢負けなしなのがひどい。一個旅団用意しても絶対ジークに勝てないよ。序盤のかませじゃないにせよどうあれ最後は絶対死ぬと思ってたのに。え、一人の兵士に気をつけろって何を大げさな。いやマジでやばいんですって。マジで気をつけてくださいね。なんだよもうまたかよ。アッカーマンの情報は一応あったっぽいのに、なんであんな兵長舐めてたんだジーク。巨人状態のジーク切り刻むとこの爽快感すごかった。せっかくの巨人包囲網をワークゾーンにするな。強さが分かった後も絶対途中で死んでミカサがリバイの枠になるんだと思ってた。だいたい最後ら辺まで最強だったし死ななかった。最終形態でようやくミカサくらいの強さまで下がった感じだよね。さすがに最終決戦はミカサのフォローなかったら2回ぐらい死んでたからな。終盤はあの負傷でまだ戦力になってるのに恐怖しか感じなかった。作者のふるさとのミュージアムにこのキャラで売れてやると思って書いてたとぶっちゃけられてた兵長。頭も切れるしめちゃくちゃ強いしかっこいいしあざといところもあって人気出るよね。そらよく知らなかった頃は草人気のイキリ最強キャラと思ってた。すごい真っ当に頼れるかっこいい大人だわこの人。ついに死んだか。いい最後だった。マジいい死にざまなんすよ。死んでない。そこは死んどけよ人として。ああ、アッカーマンも巨人の力だもんな。巨人がなくなったら再生力も失われて、おい、なんで生きてる。よくある力尽きるシーンだけど別に外傷はないし病気でもないから死ぬ理由がないんだよな。この戦いは足噛まれたくらいで死ぬようなダメージ受けてないし。でも死ぬより辛い目に遭ってる。腕も足も目も捧げたが心臓だけ捧げ残ったやつ。怪我した元無敵の人から怪我しても無敵な人くらいに格上げされたアニメ。一番満身創痍だよな。
なんで死なないで怪我だけで済んでんだよ。兵長はもう俺のせいで戦えねえ。エレンの歯割るところ本当に重傷人かよ。弱体化前なら歯をミカサに任せてエレンのとこまで吹っ飛んでいくエメンになったろ。兵長欠損してたけど欠損なかったら最終決戦だいぶ状況楽だったと思う。さすがに最終戦じゃ本人から自分がお荷物発言するくらいには弱体化していた。俺が万全でも9つの巨人の群れには飛び込まないってミカサにアドバイスしたり、みんなが巨人化した時の判断が的確すぎる。局地的には楽だろうけど根本的には多勢に無勢なので知り合いの巨人が寝返ってくれなかったら積んでたと思う。リヴァイって初登場時の死にかけの兵士にした。約束しよう、俺は必ず巨人を絶滅させる。って約束果たしたんだな。13000円の兵長。1300円なら納得するが。ゲーセンの景品とかじゃないんだ。ギャグ漫画日より定期。小野の妹子。頼れる仲間はみんなもう死んでる。1ページで敵全部倒して完結しそう。アスカ文化アタックしそうなリヴァイ初めて見た。ギャグ漫画日よりの兵長は死ぬほどネチネチしてそう。なんで今チビ親父って言った後ちょっとハッとした？いや俺は別に何も気にはしていないが、お前がハッとしたのは気になる。俺はまあ確かに少し身長が平均より低めだが、それをお前気にしてなどいないぞ。お前それよりもお前が俺落ち少し身長が低いことを気にしていると思い込んでいることが気になる。俺は気になんかしていない。ほら言ってみろ、大きな声でチビ親父と。多分ギャグ漫画日よりでこういうネタある。ギャグ漫画日よりのフィギュアとしてはものすごく完成度が高い。ここに聖徳太子のフィギュア作らせたらいいんじゃないのかも。本当にモテなさそう。ハッピーセットのおまけ。いいキャラだな、学園ハンサムだろ。リヴァイやないリヴァイや。リヴァイでなくヤバイ。調べたらドコモのキャンペーンで500名のみに購入権利当たったやつなのか。サンプルの時点でダメだこれ。ちなみに全額返金対応だって。全額返金受けるか手元にソラ君を残すかどちらか選べー。逆にプレミアつきそうで嫌だな。アニメの最後の飴はあれなんかあるの。ちびっこギャングの時ピエロが差し出してきた。こういうのには順番である。頑張れよリヴァイ。原作とアニメで兵長組のラストが少し違ったのはどうしてだろう。どっちでも平和を楽しんでそうで好きだけど。外の世界復興早すぎってなったからじゃない。歴史の域承認みたいになってる。35巻表紙でもう車椅子にすら乗ってなくて草。噛まれてぐしゃってなっただけでちぎれてはないから。よく見ると縫い目も薄くなってるし、マジでなんなのこの人。ガビとファルコの後方保護者になってそう。ガビは兵長の持ち方茶化してるのか。おいおいおい死んだわあいつ。ソシャゲコラボで大活躍の男。ほんとなんでコラボしたんだろう。ってのがある。調査兵団広報部のエース。未だに兵長はソシャゲの異世界を渡り歩いてるの。順応性高いよね兵長。進撃はネタ的に人気なキャラとか作者の背景知らないと楽しめない隠しキャラとかがいる中で、真っ当に人気がある兵長の存在はすごいありがたい。冷静に考えると、なんでこんなチビのおっさんがメンタル破壊される漫画が人気出たんだろう。チビのおっさんがメンタル破壊される話は広告の守護者とかでも根深い人気あったから、進撃っていう広く一般に見られる漫画になってやっと表出したというか。実は10部屋に一緒に飾られるほど作者のお気に入りだということはあまり知られてない。やっぱりおっさんが苦しむシーン好きなんだこの人。兵長の髪はガビってないから鑑賞用なのかな。本当に一個余談並みの戦力があるやつがあるか。大丈夫？一個余談で収まる？もうこいつだけでいいんじゃねえかな。まあ一人だけ強くてもどうしようもないんですけどね。マシュマロにてリクエストありがとうございます。